広報誌北海道、今回の特集はヒグマの被害に遭わないためにヒグマ対策のポイントをご案内します。まあ、人間の力がやっぱり圧倒的に優勢だった時代があって、でやっぱり鹿、まあ、も熊も、まあ、いろんな野生動物が人の勢いに負けてこう押し込まれてたわけですよね。経済的にもまあ低迷時代が長く続いて、まあ、やがて人口減少と高齢化の時代が来る中で、人間生活はこう都市向きに町の中で暮らすような社会にまあなっていった。でその時にこう気がついて後ろを振り返ると、実はじわじわとシカもクマも町の方にまで分布を広げてきてたっていうことだと思うんですよね。でさらにそのクマたちっていうのが、かつての山奥で人に追われていた頃のクマとは違って、人を怖いと思ったことのないクマたちが人の近くで増えているっていうのが、まあ、今の状況だと思いますね。まあ、まずはそういう昔とは違うんだっていうことを、まあ、まずは知っていただくということですよね。今人の生活圏の中にクマが入ってきちゃうという問題もあって、でそれはまあ大きく2つの側面があると思うんですけど、1つはこう夏から秋にかけて森の中に餌が少ない時期があるんですよね。クマの世界の中で羽坂駅って言ってますけど、そうするとやっぱクマたちはどうしたってそれを求めて降りてくるんです。でこれもう北海道で農業やってる以上はもう絶対避けられないんですね。ですからその時はやっぱり畑に入らないように、まあ、電気柵を張るとか草刈りをしながら、まあ、見通しを良くするとか、まあ、何か対策しない限りは来続けるということですね。で、まあ、あともう一つは5月6月から7月上旬ぐらいまで、この季節というのはその熊の世界は繁殖の季節で、オスたちが広い範囲を動き回りながらメスを求めて動くと。でその時にそのまだ小さな子熊を連れた母熊というのは、自分の父親であるオスならいいんですけど、そうじゃないオスグマが来ると子グマ殺されちゃう可能性があるんですね。そうすると母グマはオスが絶対来ないような場所、オスが動かない時間に行動します。でそうすると昼間だったり、あえて人目につくような場所にいる。それは親子グマにとって人間よりもオスグマの方が怖いんですね。だから人間がいるところに出てきちゃうというようなことがある。また同じ季節にちょうど若いオスのクマなんかが親離れをして独り立ちしていくんですけども、やっぱり経験が浅いのと、やっぱりオスグマの攻撃に遭いやすいので、オスが動かない昼間なんかに見知らぬ土地を歩くと、どうしても人目につきやすい場所に出てくる。でそれがさらにこう森と町の中が下半林なんかが発達して緑地がつながってるとか、そうすると森なのか里なのかわからないまま迷い込んじゃうんですよね。でそういう、まあ、ちょうどこの時期っていうのはだから餌を求めて出てくるんじゃなくて、オスグマを避けて出てきたり、または町中や農地の中に迷い込んだりしてしまうんですね。実際本当に札幌市なんかもそうですし、まあ、各地でもそうだと思いますけど、本当にこの5月6月は親子の目撃とか、またはこうやっぱり親子をによる事故とかやっぱり多いんですよね。やっぱりそれはやっぱそういう要因が関わってるかなと思いますね。いろいろね、どうしたらこの問題解決できるか考えますけど、まあ、どうしても例えばこう捕獲数を増やしてクマ駆除すれば問題解決するんじゃないかってまあ、思いがちなんですけど、やっぱりこう侵入しないような地域づくりも同時にしないと。大雨災害とか大雪とか地震とかって対策すればなくなるって誰も思ってないですよね。必ず来るじゃないですか。やっぱクマも同じで、やっぱり思えないといけないと思うんですね。まあ、どうしてもこう、まあ、クマが出た時の出没対応とか駆除っていうのはやっぱり行政とか、まあ、警察と、まあ、あとはそこから委託を受けた防除の自治隊員というか、まあ、狩猟者の方たちが今は担っているわけですよね。でそれはもちろんその今後もそういう形でいくと思いますけど、でもやっぱりそれだけではこう、まあ、自分の身は守れないかもしれないとか、またはそもそも町に入ってくることをこう許しちゃってる時点でやっぱりこう問題は大きくなるわけですよね。でそうした時にはやっぱりこう役割分担として、まあ、自分たちで例えば
入ってきちゃったクマがゴミを食べてしまわないようにとか、家庭菜園を荒らしてしまわないようにとか、そういう身の回りでクマを誘引してしまうような原因はきちんと管理しましょうということがまず一つで、あとはやはりまあ地域でですね、例えば山沿いでから川がつながっていて、こう熊の侵入ルートになっちゃってるようなところでは、例えば地域の町内会の皆さんと一緒に草刈りをして見晴らしを良くすることで迷い込まないように、まあ、気がつくような環境を作ってあげるとか、熊の入りにくい地域づくりっていうのはやっぱりこう市民の力でできることだと思いますね。